イナオズです。今回紹介するのはレゴドリームズのオズ先生の宇宙船71460です。袋は9でパーツは878個、シールシートが1枚で説明書が1冊です。それでは組み立てていきます。はい、完成です。ミニフィグは2体です。主人公マテオです。上半身足パーツしっかりプリント入ってますね。足パーツは2色使ってますんで、これね他のにも使えそうでいいなと思います。あとベルトパーツついてますね。これデフォルトではこっち側が3つになってるんですけど、後ろ側バックルタイプになってるので入れ替えて遊んでもいいですよね。ちなみにこれなんですが、予備パーツでもう1つ入ってるので、他のにつけることもできるということで、これ嬉しいですね。で、マント布製になってて、顔はこの顔ともう1つこの顔になってます。
それとオズ先生です。この白い宇宙服みたいなアーマーパーツがね、かっこいいですよね。これ忍者号とかバットマンとか使われてたパーツの色違いのパーツかなと思います。で、番号上は一応新パーツ扱いになってますんで、何か変わってるのかなと思いますね。で、前のところに砂時計マークプリントパーツついてますんで、これ外すとポッチがあります。ということで、まあ自分の好きなね、パーツを取り付けてあげれば、自分なりのアレンジができるんじゃないかなと思います。さらに後ろにはポッチ、それからこういうのもね、出っ張りありますんで、こういうとこも使えばもっともっとカスタマイズ効きますよね。これいいパーツですよね。で、アーマー外すとこんな感じですね。上半身パーツ、胸元に砂時計マークがありますんで、これちょっと他のには使いにくいかなと思うんですけど、プリントはしっかり前も後ろも入ってますね。で、足パーツに関しては、砂時計マークは入ってなくて、プリントはしっかり入ってるということで、これいろいろ使えるパーツになるんじゃないかなと思いました。で、紙パーツなんですけど、ふさふさ感がいいですよね。試しにジャックにかぶせてみるとこんな感じになります。いかがでしょうか。これもね、いろいろ使えるパーツなんじゃないかなと思いますね。いいパーツだなと思いました。で、下の顔はこの一つだけになってますね。で、手に持ってる銃なんですけど、まあ小型の銃、よくあるパーツかなと思います。ポチがありますんで、自分のこれも好きなものをつけられるということでいいですね。それから小さなキャラクターが3体ついてます。これ味方ですね。一番左側がローガン、これ人間です。で、真ん中がチンパンジーのアルバート、宇宙船を操縦してます。で、一番右側がマテオの相棒の、Z ということで、クリアパーツがね、結構綺麗だなと個人的には思いますね。それから敵の雑魚キャラが5体ついてます。それぞれ装備類が違ってるんですよね。武器もいいのが揃ってますし、帽子パーツも全部違うということで、これなかなか嬉しいなと思いました。次に小型作業車見ていきましょう。前方にアームが2つついてて、こうやってね、動かすことができるようになってますね。このマークはシールになってます。で、座席が2つついてますんで、ここにミニフィグを2体座らせることができるようになってます。2体座らせられるのはすごくいいですよね。で、もちろん手転がしで遊ぶことはできるんですけど、タイヤがプラスチックのままなので、硬いところだとまあ滑ってるような感じになりますね。そして宇宙船です。かっかっこいいですよね。昔あったレゴの宇宙シリーズも個人的には大好きだったんですけど、それの今バージョンといった感じでね、本当にかっこいいなと思いますね。男の子が好きそうな機体じゃないかなと思います。で、このセットドリームズになってますんで、デフォルトだとドリームズに登場するようなシールを貼ってるんですよね。ですけど、こちら側そのシールを貼ってません。いかがでしょうか。まあ好みはあるかなと思うんですけど、おかしくないと思うんですよね。これであればドリームズを見てない方でも、こうやってね、手で持って、飛ばしながら遊んだりできるんじゃないかなと思いますんで、結構おすすめですね。で、こちら側でも翼とか、あと尾翼部分にはね、シール残してます。砂時計マークはありますけど、このマークだったら、まあそれほど宇宙船としても違和感ないのかなと思いましたんで、そのまま残してみました。ではサイズ感見ておきましょう。ミニフィグと比べるとこんな感じです。いかがでしょう。結構大きいですよね。エンジンからボーッと出てますけど、これも含めたところで全長が約41センチ、横幅が約32センチになってます。フロント周りかっこいいですよね。まずこのキャノピー部分なんですけど、青のクリアパーツを使ってます。で、上のこの部分はシールになってますね。で、開けるとこんな感じ。この下の部分がね、ごっそりついてくるんですよね。これなかなかいいなと思いました。ちなみにここまで開けることができますね。で、先端部分これだけいろんなパーツついてますんで、結構重いんですよね。なので固定できずに、こうやってね、自重で落ちるような仕様になってます。ちなみにキャノピーの下から見るとこんな感じになってますね。前の方にプリントパーツ、それからシールなんですけど、パネルパーツが2つついてるということで、これはかっこいいですよね。なんか本当にコックピットね、乗り込んでるような感じがしていいなと思いますね。で、サイドにライトがついてて動かすことができるとか、なかなかいいキャノピーになってるんじゃないかなと思います。で、コックピット内部こんな感じになってます。さっきのプリントのパネルパーツが2つ横に並んでるんですよね。これ昔のままですかね。ちょっとわかりませんけど、昔あったパーツのデザインすごく似てますよね。で、その後ろ、真ん中にポチが一つの、バージョンになってます。これ一応設定ではこのアルバートがね、操縦してるということになってます。
ますんで、このパーツになってますけど、この代わりに普通のね4つポーチのパーツとか、あと座席パーツつければ、ミニフィグ座らせることができるかなと思いますね。で、前に4つポーチありますんで、ここにミニフィグを座らせることができます。で、もちろんこの状態でキャノピーをね戻すことができるということで、これいいですよね。はい、前から見るとこんな感じです。ちゃんと窓から顔が見えるようになってるんですよね。これいいですね。で、そのサイドにスタンドシューターが片側2門ずつ計4門ついてます。玉パーツは青のクリアパーツということで、これとね同じ色になってますよね。ということで、玉を入れた状態でトリガーを4つ全部押すと、はい、こんな感じで4つ一気に飛ばすことができるんですね。これかなり飛ばしやすいです。で、その後ろスクールバスをモチーフにした山吹色のところですね、窓がずらっと並んでます。ここを両側にカパッと開けられるようになってます。ここ中広いですよね。真ん中のこの部分ですけど、ここにミニフィグをこうやって座らせることができますよね。で、一つの部分がここと、さらにさっきアルバートを座らせたところの後ろにも一つありますんで、ここ外せば全部で5体座らせられるようになってます。これすごくいいですね。で、実は窓側に青いプレートがついてますんで、窓から中を見ることはできません。その代わりここに掴みパーツがあるので、例えば何でもいいんですけど、持ってた武器とかアイテムをこうやってつけることができますよね。これなかなかいい仕様だなと思いました。プリントのパネルパーツもついてますね。で、反対側も同じくプレートがついてて掴みパーツがあるので、武器類をつけることができます。で、ここについては段差がついてるので、重ねた状態でこうやってつけられるんですよね。これすごいなと思いました。で、一番後ろのところクリアパーツが入ってて、その上にシールがついてます。これ機体のなんかモニタリングしてるような感じのシールになってますんで、その前のところにこうやってね後ろ向きによいしょ座らせてもいいのかなと思いました。で、その上の部分アンテナみたいなのがありますよね。これアニメではアンテナというよりも、あの周りの敵を攻撃するなんか雷みたいなやつをね、出してた武器じゃないかなと思います。間違えてたらごめんなさい。ということで、これ、下の土台をくるくるくると回してね、銃座みたいな感じで遊ぶことができるんですよね。これすごくいいなと思いますね。デフォルトではこの両サイドに、シールが貼られてました。で、後ろから見るとこんな感じ、パネルパーツがありますよね。これはシールになってます。で、その後ろポチがありますんで、まあここにこうやってねキャラクター乗せられるんですけど、もうこれ外して、あの普通にミニフィグを座らせてもいいと思いますね。はい、ミニフィグ座らせたらこんな感じになりました。こうやってね遊ぶことができるということで、まあアンテナを外して大きなね、銃とかにしてもいいのかなと思います。あと、まあこれがねちょっと出っ張ってるんで、もうこれ自体いらないよという人はここを土台からね、外してもいいんじゃないかなと思います。いかがでしょうか。これはこれでスッキリしててかっこいいですよね。で、その後ろ垂直尾翼なんですが、大きなパーツ使ってますよね。上にねこういうのつけてるのもいいなと思いますね。で、両サイド、まあエンジン部分としておきましょう。ここ大きなクリアパーツを使ってます。デフォルトではここにもシールがあったんですけど、これ外してます。これは両サイドとも外してますね。まあクリアパーツのままでもこれはこれでかっこいいんじゃないかなと個人的には思いました。あと、そのエンジン後ろからボーっと出てますよね。これなんですけども、いらない方はね、簡単に外すことができますんで、まあ、この辺も好みに応じて使い分けるといいのかなと思います。で、その下翼なんですが、この色使いがかっこいいですよね。大きな白いパーツ、これね下側にもついてるんで、黒いパーツをこう挟み込むような感じになってるんですけど、どことなくあのスペースシャトルの翼っぽくて、個人的にはすごくかっこいいなと思いました。で、機体近くにスタートシューターがついてますんで、これ普通にね、こうやって飛ばすことができますね。そして先端部分には6連スタートシューターがついてます。かっこいいですよね。で、トリガーはというと、これですね、後ろのこのノズルみたいなパーツ、これになってますんで、玉パーツをつけた状態でこれを回すと、はい、こんな感じで飛ばすことができます。まあ、ちょっと飛ばしにくいですけど、パチパチパチと連射できるのはいいなと思います。で、反対側にもスタートシューター同じものがついてます。それと噴射ノズルの真ん中部分にちっちゃなエンジンが3つあります。ここなんですけど、実は開けることができるんですね。で、中はこんな感じになってます。さっきの機体をモニタリングしてるっぽいこのね、クリアパーツの後ろ側になりますね。そこがこんな感じのスペースがあるということで、ここ何のスペースかというと、さっきのこれですね、車両をこうやってね入れられるようになってるんですね。で、入れた状態でもちろん閉じることができるということで、これはいいですよね。
まあ、横から見るとこんな感じでちょっと段差はありますけど、こうやってね、走らせながら乗せてもいいのかなと思います。それと下から見るとこんな感じ、かなりフラットなんですよね。まあ翼の部分が真ん中に対してプレート2枚分上に上がってはいますけど、まあかなりフラットな方なのかなと思います。なので、まあ穴もたくさん開いてますんで、タイヤをつけたい方はね、かなり自由につけられるのかなと思いました。はい、いかがでしたでしょうか。シールを貼らなければ宇宙シリーズみたいな感じで遊ぶことができると思いますんで、興味ある方はやってみてください。このセットのパーツは878個です。以上、レゴドリームズのオズ先生の宇宙船71460を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。